軍の技術将校らしいな。町の北に軍や政府の関連機関が集まっている政府棟がある。技術庁もその中にあるはずだ。わかりました。その政府棟に入れるかどうか情報を集めてみましょう。教官の持っていた部隊証を使って政府棟に入れないかな。死亡扱いになっていましたからもう無理でしょうね。その通りだ。おそらくあいつにも俺の名を語る人間が現れたことは連絡がいっているだろう。でもどうにかしないとね。ええ、政府棟に入るだけではなくそのカーツ氏に会わなくてはなりません。いや、あいつに会わなくとも研究資料さえ見つけられれば解決するかもしれん。気に入りませんね。資料を見つければ済む。カーツ氏に会えばより確実でしょう。あなたらしくない。僕はそう感じざるを得ません。そんなことはないさ。普段お前が俺をどう見ているかは知らないがな。教官？厳しくてやんなっちゃう。この入館証がないと絶対中に入れてくれないのよ。ねえフェルマ、その入館証ちょっと貸してくんない？私前から一度政府棟の中に入ってみたかったんだ。え？でもお願い、すぐ返すから。ちょっと中を見物してくるだけ。わかったわ。他ならぬパスカルちゃんの頼みですもの。ベルマ、ありがとう。オンに切るよ。
ここが政府棟か。カーツさんに会えるといいが。カーツという人はあなたの知り合いでしたね。名前が出た時随分と驚いていたようですが、一体どんな方なんですか。場合によっては戦うことも覚悟しなければなりません。教えていただけませんか。もともと俺はフェンデル軍の士官学校にいた。カーツはその時の同期だ。俺がいた20年前からこの国は苦境にあった。ただでさえ気候が厳しい上にバルキネス・クリアスの恩恵もない。国民の大半は生活に苦しんでいた。それなのに上層部の人間は国民を顧みることもなく私腹を肥やすことに汲々としていたのだ。そんな状況を打破しようと若手将校が中心となった改革運動が盛んになったことが、俺やカーツも改革の理想に燃え運動を成功させるために情熱を傾けた。その結果はどうなったんですか。所詮は若気の至りだった。改革運動は保守派勢力の弾圧に遭い完全に潰された。俺がフェンデルを捨てる決意を固めたのはその時だ。このままでは命が危ないと考えた。だがカーツはこの国に残ることを選んだ。改革の火を消すわけにはいかない、そう言ったな。命は捨てても志は捨てず。俺の知っているカーツとはそういう男だった。国を捨て志を捨てた俺があいつに会って話をしても受け入れられるかどうかわからん。カーツは理知的な男ではあるが、同時に鉄のように固い信念の持ち主でもあるからだ。それでも俺たちは可能性にかけてみるべきだと思います。そうだな、カーツの元へ行ってみよう。体調を崩したものでその代理で来ました。代理？随分人数が多いな。本日の作業には人手がいるので仲間にも来てもらいました。よかろう、通っていいぞ。ただしその入館証で入れるのは1階のみだ。それ以外の場所に立ち入ってはいかんぞ。はい。教官の起点で助かったね。まあそうですね。嘘がうまいやつだと思ってくれて構わんぞ。政府棟への潜入には何とか成功したが、問題はここからだな。そうね、早くカーツさんの居場所を見つけ出さないと。安心しました。カーツ氏について聞いたとき、あなたは心の奥底では死に会うことを躊躇しているのではないかと思っていました。ここまで来たからにはもう迷ってはいられん。ただ何ですか。言った通りカーツは一筋縄で行く相手ではない。果たして俺に奴を説得できるかどうか。思い上がらないでください。何？あなた一人でどうにかできる問題だと思わないでくださいという意味ですよ。バルキネス・クリアスの実験に危機が迫っていることを伝えるのは僕ら全員がやらなければならないことだ。負けるわけにはいかないんだ。
始めるぞ。ほんの手前この手に見切るか。ブレイクワン。これで得たお金は早速装備の充実に充てましょう。する床は連動して動いているようだな。一箇所動かせば他の床全ても同時に動いているようです。目的の場所へ行くには移動床の配置状態を確認する必要がありそうです。それにこのバルブ、対応するものを閉めれば噴出している水蒸気が止まるみたいだが、同じ箇所のバルブをいくつも閉めると圧力に耐えきれないかもしれん。まったく、外見は立派でも中身はガタガタじゃありませんか。それがこのフェンデルという国の本質なのかもしれないな。
どうなんですか？ん？何の話だ？ん？どうして離れて立っているのですか？あまり高いところは得意ではない。あ、下に人が見えるけどちっちゃい。あの、高いところが苦手って本当ですか？ああ、なぜ嘘をつく必要がある？しかし、以前ウォールブリッジで俺たちを待ち伏せしていたところは塔の上だったと思いますが。あそこでお前たちを見つけた時は悔やんだぞ。でなければ俺が負けるはずはない。アスベルに負けたのが悔しかったのね。Thank you.
スカルさん、どうしましたか？うひょー！これってギースオリジナルの3番ピストンだ！まだまだ使えるじゃん！しかもパワーアップされてる！あれ？これが落ちてたということはひょっとして。僕はこんなゴミ漁りをする人と友達に。弟くんも一緒に探して。何を探しているんですか？そろそろ目的の場所でしょうか？大丈夫ですか？ああ、カーツに再会できるのは楽しみなくらいだ。そうしていてください。あなたの不安な様子は皆の動揺を誘いますからね。特に兄さんはあなたを心底頼っています。ですから不安だとしてもそうして強がっていてください。ふん、生意気な男だ。ここがカーツ氏の部屋か。どうやら本人は不在らしいな。カーツさんいなくて残念。そうだな。だがいなくてホッとしている気持ちがあるのも事実だ。実際どのような顔をしてあいつに会えばいいのか決めかねている部分もあったしな。とにかく急いで情報を集めよう。
っと待ってね。ああ、なるほど。あそこにあったのか。帝都を出てすぐ近くにある流氷の中に隠されてるみたい。あんなところに。ここからは目と鼻の先に一筋。そんなに帝都に近いと、もしバルキネス・クリアスに何かあったら大変なことになるわ。誰か来る。マリック、お前だったのか。相変わらずの技のキレだ。さすがだな、カーツ。久しぶりだと言いたいが、素直に急行を温められそうな雰囲気ではないな。カーツ、俺たちはお前に話があってきた。カーツ、お前はこの国にあるバルキネス・クリアスの実験を取り仕切っているぞ。そうだ。長い年月をかけてようやくここまでこぎつけることができた。この実験が成功すれば、バルキネス・クリアスを資源として活用できるようになる。それにより我が国の人間がどれほど救われることか。20年前に始めた改革の志が形を変え、ついに成就するのだ。実験をやめろ、カーツ。フーリエお姉ちゃんの研究をそのまま使ってるでしょ。あれ、未完成なんだよ。過度にエレスを取り出そうとするとバルキネス・クリアスが暴走して制御できなくなるの。彼女はパスカルだ。アンマルチア族の一員で、過去にバルキネス・クリアスを研究していた。フーリエ氏の研究を途中まで手掛けていたのもこのパスカルだ。何も問題はない。実験は予定通り遂行する。カーツ、我々はフーリエ氏の研究成果をそのまま使用しているわけではない。死の研究を土台として、そこに我々独自の十分な改良を重ねている。心配はいらない。しかし我々にはもう時間がないのだ。今実験をやらなければ我が国の国民の生活は最悪の状況となる。生き延びるためには隣国へ攻め込むしかないという事態にもなりかねんのだ。そうなったら最後だ。これまでの国境紛争どころではない、全面戦争となるだろう。隣国というのはウィンドルのことですか。話はここまでだ。どうしても実験をやめるつもりはないのか。マリク、昔のよしみに免じてここから立ち去る時間だけはくれてやる。これ以上ここに留まるなら警備の兵を呼ぶぞ。その前に政府党を出るがいい。カーツ、お前は何も言うな。すでに私とお前の道は深く分け隔てられている。その場所は分かったけど、結局カーツさんには実験の中止を受け入れてもらえなかったわね。あいつはこの20年というものずっと戦い続けてきたのだろう。あいつなりのやり方で、それがどれほどの苦労だったか。できれば応援したかったが、パスカル、カーツはあのように言っていたが、やはり実験は危険なのか。バルキネス・クリアスに含まれるエレスの特性にまつわる問題だから、絶対安全ってことはないんだよ。そうか。教官、バルキネス・クリアスの元に向かいましょう。カーツさんの実験を止めるために。それが真実を知っている俺たちの責任だと思いますから。責任か。次にカーツ氏と会うときは間違いなく戦いになるでしょう。あなたは彼と戦えるんですか。カーツと戦うか。僕たちは今フェンデルという国そのものを相手にしているも同然なんです。しかもこの数で乗り込むんです。
戦力にならない者がいては困ります。カーツは今でも俺の友だ。俺のその思いは何があろうと揺らぐことはない。だからこそあいつと戦うことも覚悟の上で俺はあいつを止めねばならん。それが俺の使命でありけじめでもあると思っている。わかりました。それだけ聞けば十分です。先を急ぎましょう。教官、この国の一番偉い人にバルキネス・クリアスの実験中止を頼むわけにはいかないんですか？オイゲンか。相当である奴を説得できれば確かに。しかし政府党内にオイゲン総統は見当たりませんでした。町の人の話を聞いたけどさ、その総統も実験に一緒にいるんだって。だったら説得するのも直接乗り込んでの方が確実だよ。その通りかもしれん。町から北東に出てバルキネス・クリアスのあるという流氷地帯へ急ごう。はい。Thank you.
怪人の反乱が見えぬ状態。
すぐ癒しの庭に集え、きらめけイノセントゴー。とどめよ、私の奥の手見せてあげる。アクテリズムライン、覚悟を決めろ。全力で行かせてもらう。こいつもエクスポーション、ついてこれない。ライトもいるね。